い、どうも、コミです。さあ、今日は関西クラクラクラブから来てます。久しぶりですね。自分のクランからお届けしていきたいと思います。で、今日はですね、クイヒーに関してですね、ちょっと深掘っていこうかなと。まあ、新年明けて、まあ、いろんなね、攻め方、今、その年末年始の休み、皆さん楽しんだんじゃないかと思うんですけども、クイヒーってね、僕、今まで動画にしてこなかったんですよ、あんまり。でも、自分自身がそんな使わないから、やっぱり噛み砕いて、その説明をするのに少し時間がかかったんですね。まあだけど、今ね、やっぱりその強い食いしの形っていうのがだいぶ見えてきたかなっていう自分なりに気がするし、それが本当にね、食いしがめちゃくちゃうまい人だけではなくて、ある程度型にはめて使えるかなというようなね、ところまで、一応自分なりにこう、消化できてきてます。なんで今日はね、ぜひ食いしを使った攻め方を見てもらって、使える攻めはぜひね、試しに使ってみてもらえたらと思います。結構面白いと思います。やっぱ食いしってね、難しいは難しいんですけど。はい、ではね、ちょっと前置きが長くなりましたけども、神々なね、いきましょうか。まずですね、どれからいこっかな。まあ一番オーソドックスなのからいきますか。クイヒーライダーですね。クイヒードラゴンライダーじゃないですよ。クイヒールートライダーですね。で、このクイヒールートライダーっていう攻め方は、もうこれまでも、いろんな動画でね、ちょこちょこ僕出してきてます。出してきていますけども、これはやっぱり理にかなってて本当に強いと思うんですよね。クイヒーで、ある一区画のところをガツンと削って、今回はここですね。削ってあげて、で、別の多分こっから出すのかな。今回こういう風に出していくと思うんだけど、で、その外周側のこっち上の方っていうのを、まあこれまた別のユニットで削っていくという形ですね。にすると、ルートライダーのね、通るルートがこう、限定的になるじゃないですか。なんですごく、効率的に破壊してくれるんですね。呪文とかにも乗りやすいし、グランドオーデンの能力の恩恵も受けやすいしというところでですね。で、外周部分に関してはネクロマンサーと、東海弊社ですね。さらに、バーバリアンキングを歩かしてても盤石の構え。この辺に、長弾大砲が2体あるので、まあ、これをやっぱり、きっちり突破するには、多少、ババキンたちだけではなくて、ユニットを厚めにしてるってところでしょうかね。援軍はネクロマンサー、しっかりポイズンかけて、レイジもかけてやっていくんですけども、ルートライダーにやっぱりこうね、ヒーラーが奪われがちなんですよね。ちょっとそこがたまに傷ではあるんですけど、こういう風な攻め方をすると。ただ一方で、奪われてしまったとしても、実はそれはそれで良かったりするんですよね。よくディガフなんかそれ言えますけど、ヒーラーが、クイーンがやられて、ヒーラーがディガホグに移ってからが勝負みたいなところがあったりするじゃないですか。それと同じことがルートライダー言えるんですね。クイヒードラゴンライダーっていう攻め方も以前流行っていたし、あとクイヒーラバルっていう攻め方も前から強いと思うんですけど、もうヒーラーのスイッチってのは良くも悪くも起こらないんですよね。だから、クイヒーをロストした場合のワンチャンがなくなっちゃうっていうのが、まあ、なくなっちゃえば言い過ぎかな。ワンチャンを狙いにくいって言ったら正しいかもしれない。そういう形になりにくいってことですね。で、まあ、言う点で、クイヒールートライダーは、ヒーラーがね、ワンチャンこう、クイヒーから移っちゃっても、前回まで伸びてくれる、力があるというところでね、強い戦術かなっていうふうに思います。ここでシールドを投げていって、ロイヤルチャンピオンはイーグル砲を壊していくと、ババキンの水槽のタイミングですね。ここでちょっと、いやちょっとそっちロイヤルの方行っちゃうのか。ダメじゃないか、お前。ちょっと待てって感じですね。はい。でも、このスケルトの呪文がね、うまいこと機能してくれたおかげで、キングとロイちゃんがだいぶね、味方のロイヤルチャンピオンを打たずに時間止めてくれましたよね。まあ、このおかげで前回まで行ったっていうところでしょうかね。最後の、スケルトンは絶対これ意図的にこのキングロイちゃんゾーンの対処で持ってきたはずなんで、ここにモノリスもあったんでね、はい、これはもうケイトの戦略勝ちですね。非常に無駄のない攻め方になったと思います。っていう形で、ルートライダーを使っていく。で、ルートライダーを使う場合にはロイヤルチャンピオンがすごく長生きしやすいんですよね。これルートライダーここから出していきましたけど、まあ、ロイヤルチャンピオンをそこに合わせちゃってもいいと思うし、ある程度序盤クイヒーとこう並走するから、クイヒーとね、クイーンとクイーンチャージと並走するから、こちら側からロイヤルチャンピオンを出しちゃうという手もあるんですね。どっちからでもいけるので、オアですね、ここはね。はい。どちらからでもいけちゃうので、結構、なんていうのかな、柔軟性があるというか、はい。プランの中で、ちょっとここから出すのやめようかなとかね、
その場のアレンジ、アドリブを聞かしちゃってもいいかもしれない。まあ、そんなような柔軟性のある攻め方かなと思います。クイヒルードライダーですね。あともう一個はね、クイヒスパホグですね。相変わらずね、これがやっぱり強いんですよね。スーパーホグライダーを使った攻め方って、タウンホール15でかなり終盤、環境を設計しましたけど、今のタウンホール16環境になっても相変わらず強いっていうところがね、すげえなっていう感じです。まあどうなんだろう、今のこの村で行くと長弾大砲はあるし、なんだっけ、マルチアーチャータワーもう1個レベル2ですよね。まあ、そこそこタウンホール16としての防衛力は持ってきているはずなんですけど、まあ、それでもやっぱりクイヒホグが強いと。で今回のこのアタックはシューターがめちゃくちゃ ここあるんですよね。ここにガンガン刺さっていくんで、それも強かったかな。プラスアルファで、シューターがやっぱ刺さる配置にはクイヒホグってクソ刺さるので、まあ、クイヒホグじゃなくても刺さるんですけど、クイヒの場合にはホグが特に刺さりやすいっていうのがね、まあ、タウンホール15からの傾向でしたよね。まあ、だからそこをちゃんとミダコグさん狙ってやったっていうところですね。でここで面白いのが、これね、僕この後どうするんだろうなと思ったんですけど、ここを真ん中のね、長弾大砲とかマルチアーチャータワーまで一気に、クイーンで処理するのかと思ったんですよ。したらね、これおもろいことに、ここでリターン使うんですよね。え、マジかよって思いました。これ面白いですよね。こういうプランするんだ。で、こっち側壁開けてるじゃないですか。そこにクイーンを入れていくんですよ。で、多分これ本当はね、この部分をキングで潰しておいて、ここに通したかったんじゃないかなって思うんだけど、クイーンをね。まあでも多分ここが、テスラ森とかあって壊せなかったんで、そこにクイーンを流し込んだっていうことでしょうね。まあ、こういうキングのやられ方見ると、ワンチャンもガントレット強いのかなって気がするな。ガントレットが多分持ってたらここいけたんじゃないかな。多分ガントレット今機能してなかったと思うんだけど、どうだろう。使っててもいけなかったんだ。レベル低かったからかな。はい。まあまあ、いずれにせよ、残ったところを、ね、ホグライダーとロイヤルチャンピオンで一気に押していくっていう感じの攻め方ですね。で、ホグライダーさらにこう横から、サージカル的に、追加していって、ロイヤルチャンピオンは壁の外に飛び出しちゃわないようにね、こう壁の中というふうに攻め込んでいく。で、さらにはホグライダーを盾にしてロイヤルチャンピオンの体力を持たせて延命してあげるって、この繰り返し。もう完璧に王道のクイヒーホグの形ですよね。まあ、最後ホグは当然こういなくなっちゃうんですけど、まあ、それでもしっかり、クイーンロイちゃんグランドウォーデンか生き残ってくれていて、まあ、呪文にも結構余力があるんで、まあ、すごくいい攻めじゃないですか。だからやっぱり相変わらずクイヒーホグっていうのも使えるのかなと。でクイヒーホグの方がどっちかっていうとクイヒールートライダーよりも難易度としては僕は高いかなっていう気がします。雑に扱えないんですよね。ホグってすぐ死んじゃうから。なんでクイヒールートライダーの方がどちらかというとクイヒー初心者には、まあ、簡単な攻め方なんじゃないかな、今の環境でいくと。はい、っていう風に思います、個人的にはね。はい。で、ラストなんですけども、今回のタウンホール16のアップデートで上限レベルが1個追加された、このクイヒーディガーっていうのがね、クイヒースーパーディガーか、実はね、これが地味に強いんですよ。これ地味に強いんです、マジで強いんです。今までの2個っていうのはクイヒーでタウンホールを取ってたんですね。でも今回のこのクイヒー、スーパーディガーはタウンホールスーパーディガーで取っちゃうんですよ。そこが大きな違いで、まあルートライダーの攻めでもタウンホールは取れたかな、まあ、取れてましたよね。だからそこはまあルートライダーにも近いのかもしれないけど、やっぱりその体力が、通常のなんていうかな、軽量級ユニットって言っていいのかな、ホグライダーみたいなねユニットと違って結構体力があるので、タウンホールの爆破ダメージさえなんとかすればポイズンダメージはギリ乗り切っちゃったりするんですよね。そういうタフさっていうのがこのクイヒースーパーディガーの魅力なのかなというところですね。壁開けたけど壁開けずにこのいい感じに隙間から入ってきましたね。このおかげですごく美しい形でマルチインフェルノを殴り倒してますね。これは良かった。はい。で、そのままこの投石とかの角に入れていこうというところですかね。で、この後なんですけども、外周キングで、で、スーパーディガーを、こう、さっきのルートライダーっぽいような形で流していきます。ルートライダーとの違いっていうのは、そんなにない、潜るとこが違いなのと、あと、こういう相手の防衛軍、相手のヒーロー、あと、こういった、
ストレージ系の施設とか防衛施設じゃないものを殴れるっていうところがあのディガーの、違いですよね。なので、スーパーディガーの方がどっちかっていうと、進行が遅いはずなんですけど、結局それとプラスロイヤルチャンピオンの盾にもなってくれにくいんですよね。潜っちゃうから潜っちゃうんでロイヤルチャンピオンが死んじゃいがちなんですけどね。でもまあ今回はしっかりと、トーンもね、タウンホールまで貯めて使ってるので、これねかなりここで、いい感じにね、ダメージを抑えることができてますね。で、スーパーディガー見てもらうとこれしっかりと、タウンホールを突破してるのが分かりますかね。こっちもいるけどこういう風にで、8体かないるスーパーディガーっていうのが結構ねやっぱね火力上がってるし強いんですよね。でタウンホール16のこういったレベルの村に対してはそんなにストレスなく行ってくれる。結構生き残ってません、ほらこんな感じで4体かな、半分ぐらい生き残ってる。 5体か8分の5かな、これ結構な数が生き残ってるわけ、半分以上が生き残ってるんですよね。だからスーパーディガーって意外とクイヒー使う人にとってみれば強い編成なのかなっていう気がしています。でかつなんだ、ルートライダーとすごく似てるんだけどヒーローをやっぱ倒せるってところが大きいので、相手のヒーローをこの、ルートライダーで結構処理しなきゃいけないなっていうような、クイヒールートライダーのプランで攻めるような場面が出てきた場合にはワンチャンそれスーパーディガーに変えてあげると相手のヒーロー処理がめちゃくちゃ楽になるっていうね、ところかなっていう気がします。あとはなんだろうな、ロイヤルチャンピオンが生き残りにくいので、ちょっとロイちゃんにどうだろうな、この場合だったらスピリットフォックスとかつけた方がいいのかな、多分そんな気がちょっとする、わかんない、ちょっとこれは使ってみないとわかんないけどね、そのような気が個人的にはしますね。今回ロイちゃんちゃんと生き残ったけど、ロイちゃんやられちゃうってところがワンチャンねちょっと難点かもしれませんね。まああとは区画ごとに潰してスーパーディガーだけで1区画こういう風に長距離を走らせないっていうスーパーディガーもあったりするんで、まあ使い方はそれぞれですけどね。はい、そのスーパーディガーパート、ルートライダーパート、まあ、それぞれで何を処理しなきゃいけないのかってところで使い分けてもらうのが、この2つはいいのかなというふうに思うのと、もう1個見てもらったホグですね。まあ、ホグに関しては、やっぱりこう長距離を走らせるってことにはそんなに向いてないと思うので、ある程度、狭い区画をトームレイジーとかで一気に突っ走らせて、瞬間的な破壊力を出すっていう時には、ホグですね。足が速いんで、やっぱり。トーム中に歩ける距離が長いんですね、単純に。で高火力帯を思いっきり突っ込ませるんだったら多分レイジトームでホグに選択、ホグの選択をしてあげた方がいいと思う。あとは長距離をダラ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 行かせるんだったらルートライダーかスーパーディガーで、相手ヒーロー処理をするんだったらスーパーディガー、まあ、そんなところじゃないですかねっていう風に、まあ僕はこういったね皆さんの攻め見てて思いました。皆さんどう思いますかね。ぜひ、いや違うよこう思うよっていう意見があったらぜひぜひコメントで教えてください。楽しみにしてます。ということで今日はクイヒー戦術に関して深掘って見ていきました。どうでしょうか、参考になったらいいなと思ってもらえたらぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、今日も最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。